はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。先日 iPhone 4と iPhone 5の、アプリの、起動時間の比較をちょっとやってみました。今回はですね、ブラウザの読み込み速度の比較をちょっとしてみたいと思います。読み込みに使うアプリはサファリを使おうと思っています。まずはですね、同じ Wi-Fi 環境下で iPhone 4と iPhone 5で Yahoo のページを開いていきたいと思います。早いね。 iPhone5 すごい早いですね。まあ iPhone4 もそれなりにいいですけれども、まあ、軽いページだとこんな具合ですね。じゃあちょっと重い Apple のサイトを見ていきましょう。うん、やっぱりね、 iPhone5 早いです。はい、ではですね、皆さん気になってらっしゃると思うんですけども、LTE の速度、これをちょっと試してみたいと思います。iPhone5 の方が LTE、そして iPhone4 の方が Wi-Fi、さあどっちが速いでしょうか。では Cnet を開いていきたいと思います。どうですかこれ。iPhone5 の LTE の方が iPhone4 の Wi-Fi 環境より速いですね。LTE 爆速です。ついでにですね、 LTE を切って3G 環境、 iPhone5 の 3G 対、iPhone4 の Wi-Fi 環境、これでちょっと比較してみたいと思います。 IT メディア、このページを開いていきます。 iPhone5、 iPhone5 の 3G と iPhone4 の Wi-Fi ほぼ同じでしたね。あ、素晴らしい。はい、ということでですね、少しは参考になりましたでしょうか。ブラウザの表示速度の違い、 iPhone4 と iPhone5、 それぞれ Wi-Fi と LTE、 そして 3G のテストをちょっとやってみました。iPhone4 の方がね、もう SIM カードが抜けてるので、3G とかちょっと使えないんですけども、まあ、その辺はちょっとご了承ください。はい、ということで iPhone4 と iPhone5 のブラウザの読み込み速度の違いでした。